高速道路は下りで渋滞が始まっています。午前7時30分現在、関越道が東松山インター付近を先頭に29キロ、ご覧の中央道が日野バス停付近で15キロ、相模湖インターで15キロと断続的に渋滞しています。このほか東名高速が綾瀬バス停で14キロ となっています。そして午後からは都心へ戻る上りが渋滞する見込みです。